から来たもんなんですよ。だから、海に流すのは構わないですね。だけども、流し方とか、流す量とか、それはコントロールしなきゃいけないんです。つまり、これは管理の問題であって、量の問題じゃないんですよ。量とか濃度の問題じゃないんですね。だから、とにかく、もう少し、この下水というものを海に流すときに、どういう基準で流せばいいかっていうことを、ちゃんと検討せんかなんですね。海は綺麗じゃないんですよ。 海に潜ってみたら分かりますよ。もう濁ってて向こうが見えません、普通はね。あれはプランクトンがまあ山ほどいるからですよね。それからまあ土なんかも微量な土なんかが混ざってますから。海ってのは見通し悪いですよ。全然。川は見通しいんですけど、海は見通し悪いんです。川が見通しい,いのは川であまり生産してないからなんですよ。生物の量も少ないしね。だから海はもうものすごい生産の場所なんですよ、あれ。だから生産中の途中のものがいっぱいありますからね。 ものすごく汚れてるつっていいんですね。海は汚れてる海が綺麗な海なんですよ。ね、ここがまあ私が言ってるびれ脳っていうか、ね、魔能なんですよ。魔能現象なんです。つまり本当の本質というのを見極めようとしないっていうのがこれ魔能なんですね。で、途中で話がずれちゃうってことですね。それから最近はあの、水というものは物質なんですけど、それから水の管理、水筒とか下水っていうのは管理ですね。 管理の問題がね、混ざってしまうんですよ。一番ひどい例は、仙台の水道を民営化しようつって、民営化の相手を外国を選んじゃったんです。外国人に水道を管理させるのはちょっとダメですね。僕はダメだと思います。ところが私がね、水道を民間に移したらどうだっつったら、モー一ス反対するから何反対してるのかなと思ったら、それは水のことを言ってんじゃなくて管理のことを言ってるんですよ。管理者として誰が適当かってこと言ってるんですね。 僕が言ってるのはそうじゃないんです水道の革新のため、水道とか下水道の革新のためにはですね、やはり今までみたいに管が、えー、まあ官僚的だっ,ったら失礼なんですけども、まあ、守りの姿勢でやるよりかは攻めの姿勢でやる時期だと。えー、浄水も下水も、現在の浄水と下水の問題は攻めの姿勢でやれば、ですよ。水道料金は半分になり、下水料金は半分になるんですよ。 ですから、まず半分にするのに、役人の頭を変えるよりか、まずは民営化して、そして、あの、管理はね、別に、水道局の業務を民間にしても、管理は水道局が偉いんですから。<laughs> これがね、ぐちゃぐちゃになっちゃって、これね、典型的な痺れ脳なんですよ。<laughs> この痺れ脳の典型的なやつはこういうやつなんですよ。水を議論してるのに管理の問題になっちゃうっていうね。それから、水は、 自然エネルギー、太陽エネルギーを利用した、繰り返し繰り返し使える資源なんですよ。なくならない資源なんですよ。なのに、太陽エネルギーの利用っていうと、一生懸命太陽光発電なんかやっちゃってですね、これで水の有効量には考えないんですよ。自治体がね、太陽光発電に補助金なんかいっぱい出しちゃって、これで税金が高くなって、しかも太陽光発電は全部中国に、全部って言うとまた、全部じゃないよって言ってるけど、まあ多くは、 中国に仕事をさせて、それ日本人が貧乏になると。どういう頭の構造してるのかなと思うんですけど、これは日本人の頭がそうなんじゃなくて、今から100年ぐらい前から、日本文明とヨーロッパ文明が頭の中でぐちゃぐちゃになってですね、日本の場合は。整理できなくて。これ学力の問題でも何でもないんです。筋つまの問題ですからね。ですから、この水をちょっと最初にやりまして、少し難しかったかもしれないんですけど、私なんか、 いや、水の資源っていくらでもあるから、今使わないでね、海に流したってのもったいないから、どんどん水道使おうよなんて、水道流してるとね、武田先生、何ですか節約しなさいなんて言わんですよ。これお金の節約ならまだいいんだけど、水を節約しようとしてるんです。いや、今ね、何しろ、せっかくいただいた天の恵みで利用できる水の20%しか利用しないで80、80%捨てるてんですよ。農業用水入れても。 生活用水だったら3%しか使ってないんですから。いくらなんでも自然を大切にしようとかね。自然の恵みのもとで生活しようとか、ね。自然の中で生活を享受しようって全く違うじゃないですか。自然のものを使おうとすると文句を言うっていう風になっちゃってるんですね。これがあの僕の言う、この痺れの社会なんですよ。つまり、魔能社会っていうかね。えー、もう魔能になっちゃってて。<laughs> それで、こう、 きちきちっと一つ一つを、これがなんでどうなってるのか。日本っていうのは世界の中でどうなってるのか。そういうことをちゃんと一個一個押さえて、自分の中でまともな話になってるな、ということを、こう、自分で思わない。つまり、誠実じゃないんですね。自然現象について誠実じゃない。何か太陽光発電は儲かるとかね。まあ今はもう、旧大前としてる水道料金を元にして、 自然との共存を議論するとかね <laughs>。これ全然違いますから。水道料金と自然の循環を大切にすると全く今離れちゃってるんでね。そういう点をちょっと、まずは、水というものをテーマにして、この魔能社会と誠実革命。私なんか心が誠実で、こんなこと本当は言いたくないんですよ。恥ずかしいから。だけど、もう言った方がいいんですよ。僕は科学にも忠実なんです。誠実なんです。え 日本にも誠実なんです。それから嘘も言わないし、心にないことも言わないんです。どんな時でも言いませんからね。間違うことは間違うかもしれませんが、そういうことはしません。えー、一つね、この水の問題を考えるとともに、えー、誠実とは何か、頭が痺れてるってのはどこで痺れてるのか、いうことを少しこうお考えいただければと思いまして、2回行いました。